カサの時から知っている蓮舫さん、本当にまっすぐで本当に嘘をつかずに、そして誰かと違って自分ファーストの人でありません。どうかの誰かみたいに都民ファーストと言いながら自分ファーストやってることがまさに自民党そのもの、そんな政治家と蓮舫さんは全く対極にある人です。これだけは皆さんに分かってほしい。そしてさっき言いかけたけれども、蓮舫さんが予算委員会であれだけ厳しく政府を追及していたのは、都民の皆さん、国民の皆さんから預かった税金1円1銭たりとも無駄にはしたくない、その思いで、その一心で蓮舫さんは20年間参議院議員として活動していました。蓮舫さん、参議院の最終日に参議院の議員総会室に来て20年間の思いを振り返って、思わず嗚咽していたあの蓮舫がですよ、どれだけ強い思いで都民の皆さん、国民の皆さんのために活動してきた、そのことをもう一度皆さん分かってほしいんです。そして今度の選挙は、明日の選挙は小池都政の8年間の総括です。何をやってきたのか、もう一度皆さんよく考えていただきたい。神宮外苑の再開発、あれは民間だからもう東京都は何もできない、そういうことを言う人いるけれども、もともと規制緩和をしてあの神宮の森に高層ビルを建てることにした、その許可を与えたのは東京都小池さんじゃありませんか。神宮の森を壊すな、そしてこれ以上東京高層ビルが人立するようなそんな町であっていいんでしょうか。築地の再開発もそうです。築地のおかみさんたちが怒ってるじゃないですか。築地は生かすと言ったあの公約、あの約束はどこに行ったんだ。築地も同じように再開発をして、もう東京はどこに行っても金太郎飴のような同じ町になっている。この自由が丘だって、私ここでよく飲んでました。大学の時から駅前再開発している、どこも再開発だらけだ。だけど本当にこんなにビルが立ち並ぶ東京じゃなくて、もっと自由が丘は自由が丘らしい、そしてそれぞれの町に、築地に下町に個性がある、そういう東京都もう一回取り戻そうじゃないですか。皆さん、開発一辺倒じゃないんですよ。そこに住んでいる皆さん一人一人のための都政なんですよ。弱い立場の方、困難を抱えている方、子供2人3人4人と抱えて一生懸命働いてらっしゃるシングルマザーの方、そして月に5万円6万円のすいません年金生活で、今この物価高騰の中で本当に苦しんでいる都心の高齢者の方、私が住んでいる北川原のほぼ大蔵団地があります。あそこも本当に高齢者の方ばかりで、高島平に行ってもいろんなところに行ってもやっぱり高齢者の方がたくさんいらっしゃる。蓮舫さんは子ども子育て政策、若者支援ばっかり言ってる、そういうふうに思われる方がいらっしゃるかも分かりませんけれども、これは全ての都民の皆さん一人一人の個性を蓮舫さんが実現しようということなんです。今あそこの最後にもう一つ言わせてください。絶対権力は絶対的に腐敗するという言葉がある。安倍政権8年8ヶ月で何があったのか、今アベノミクスで国民の皆さんが苦しんで、本当に悲劇的な事件でお亡くなりになったけれども、やはり政権が長く続くといろんな問題が起きるんです。まさに小池さんも8年やってきていろんな問題がまだ表に出てないけれども、今の外苑の話、天下りの話、そして特定の不動産業者との関係についてもそうです。
これからいろんな海が出てきます。もう小池百合子さんには退場してもらっていいんじゃないでしょうか。電報をとにかく勝たせてやってください。よろしくお願いいたします。